料理はまあ結構日常的にしますんで、まあその理由としましては結構自分で作ると自分の好きな味付けにできるし、こう好きな量作れるし、あの体にも良さそうな気がして、それで自分でよく作ります。でなんかお惣菜とかもたまに本当にもう面倒くさくなって買う時あるんですけど、なんかすごいおからがすごい甘かったり、なんかちょっとやっぱ自分の好みに合わなかったりすることもたびたびありましたんで、それもあってなんかやっぱその度に自炊がいいなって思って、でまあちょっと面倒くさい気持ちはありますけどよく作ってます。で、まあ、でもそもそもなんか多分料理は結構好きなのかなと思います。なんか中学小学校ぐらいの時にあるテレビ番組でなんか一本うどんみたいなのを作ってる人がいて、あれなんか美味しそうと思って、僕もこう家で小麦粉を練ったりして真似して一本うどんを作ったんですけど、 なかなかあの真ん中まで火が通らないっていうか、それでしばらく煮込んだんですけど、結局なんかボソボソのうどんを食べまして、まずっとか思ったんですけど、そこからちょっとなんかうどん熱がついて、ちょっと美味しいうどんを作りたいと思って、いろいろこう改良を重ねて、きしめみたいなやつとかいろいろ作って、でなんかもう最終的には結構美味しかったんじゃないかなという記憶があります。まあそんな感じでちょいちょいこうなんか作ったりするの好きで、でまあチャーハンとか本当簡単なもんですけど、パスタ入れたりとかそういうことはよく休みの日もやってて、だから料理することにはすごいなんか抵抗とかも全然なく、一人暮らしが始まって、でまあ一人暮らししたら誰も作ってくれる人がいないので、まあ自分でこう毎日作ることになり、でこの間までやってた舞台はまあお昼はどうしても外出られなかったりする関係でお弁当をよく持ってってまして、で、まあ、それも本当簡単なもんですけど、こう結構作っていくと周りの方にもうすごいねとかなんか褒められたりするんで、ちょっとそれが嬉しくてちょっと頑張ろうとか思ってこう毎日頑張ってた部分はありました。でもやっぱりこう自分で作ったものってすごくこうなんだかちょっと美味しく感じるし、他の人がレトルトカレーとか冷凍の唐揚げを毎日食べてこう不健康そうな日々を送ってる中でちょっと自分はちょっと野菜とかも入れてこう充実したあのお弁当を食べてることがちょっとまあ誇らしいと言いますか、そこはまあ、 今後も頑張ろうと思ったことになりますね。はいまあ、はい、そんな感じで料理は結構します。